東野ゆきは日本の作詞家、歌手、イラストレーター、沖縄県出身。関ヶ原ファイナルでの東野ゆき2006年に歴史をテーマに楽曲を歌う歴史系アーティスト、桜ゆきを小栗桜と結成。ソプラのボーカルを担当する。小栗、東野が手掛ける心のこもった歌詞と、二人の奏でる美しいハーモニーに定評がある。桜ゆきの楽曲作詞のほか。 和装侍系音楽集団ミストにも作詞を提供。2009年8月にファーストシングル、来帝の竜をリリース。2019年1月までにシングル CD9 枚、アルバム4枚を発表した。東京や地方都市での歴史関連イベントに数多く出演。2010年10月16日、17日岐阜県、不和郡関ヶ原町で行われた。 関ヶ原合戦410年祭において、桜雪の楽曲、関ヶ原が、関ヶ原合戦410年祭イベント、公式イメージソングとして採用された。2009年の初出演以来、関ヶ原合戦祭りに毎年出演。2018年には10年連続出演を果たす。桜雪として、サナダ三代戦国歴史検定、関ヶ原検定の公式サポーターを務める。 2018年8月2日、持病を理由に翌年に1月12日をもって桜雪を卒業すると発表。2019年1月12日のワンマンライブを最後に卒業した。CD ジャケットや T シャツトートバッグなどグッズのデザインを担当。卒業後も作詞やイラストなどの制作を担当していくとしている。 夢かげろうセカンドシングル、関ヶ原収録スバルの、かなたフースシングル、関ヶ原スバルのかなたから、収録落下流水ホースシングル、関ヶ原スバルのかなたから収録スワに、スワ姫。フィフスシングル、スワに、スワ姫。収録羽ばたきのリシックス,スシングル、羽ばたきの鳥収録セブンスシングル、関ヶ原、東の風、収録無限放映セブンスシングル、関ヶ原、 東の風、収録シナノの国上田。ナインスシングル、シナノの国上田。収録本能寺から、水色義鏡、ファーストアルバム、戦国、乱世の奇跡。収録、風早の雲ファーストアルバム、戦国、乱世の奇跡。収録残光ファーストアルバム、戦国、乱世の奇跡。収録七夜の星ファーストアルバム、戦国、乱世の奇跡。 収録早急セカンドアルバム、戦国、赤き絆。収録対位長セカンドアルバム、戦国、赤き絆。収録沈まぬ太陽セカンドアルバム、戦国、赤き絆。収録青蘭の白セカンドアルバム、戦国、赤き絆。収録天台赤月の川平気楽の天未収録、応接、卒業をテーマにした、歴史色のない曲、作曲、秋津花町。 花町に生きる女性イメージ曲、曲、秋津二人静か、生御前イメージ曲、曲、秋津弓張の空、那須与一イメージ曲、曲、秋津原生の花、浅井長政イメージ曲、曲、唐の雪満天星、長素壁元近イメージ曲、市、桜雪、曲、秋津、TV、インターネット TV。 ラジオイベントライブ2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年を舞台、掲載タイアップ。ありがとうございます。